ポジションなんですね。そのように使ってあげなきゃいけないですね。まあ独特なあの、まあ、精神コントロールも求められますもんね。精神コントロールありますから、まあ、ゲームが、ま、負けてれば初球打ち投げなくていいよというと、ところからね。さあで今日1番で起用されている杉本が4打席目強引にレフト前に持っていきました。初球さあヒッティングカウント、ここはストレート1本狙いか。ストレートレフト前ヒット。杉本もようやく今のはクリーンヒットになりましたね。振り切れてね、あの辺りがね角度がついてホームラン性の打球は飛ばなきゃいけないんですよ、本来であればね。まあ、今のは自分がある程度狙った球をしっかりと弾き返したというバッティング。杉本はマルチヒットでベンチ帰りますけれども、本人的にはまあ今日マルチになりましたね。中島監督もね、2本打ったからね、拍手を送っていました。ちょっと本人はね何か掴んだかという